リチャード・テイラーは、ニュージーランドのクリエイター、造形作家、映像プロデューサー、特殊効果技術者、KNZM、ウェタワークショップ創設者で代表を務める。イギリスで生まれるが、幼少期にニュージーランドへ移住。プケコヘ郊外の落農地帯、でひひに育つ。父はエンジニア、母は教師。映画やエンターテイメントとは無縁の環境で育つ。 幼少期はディスレクシアに悩まされたが、ものづくりに興味を持ち絵画や彫刻の制作を行う。ウェズリー・カレッジ卒業後、ウェリントン・ポリテクニックへ進学し、グラフィックデザインを専攻する。ポリテクニックを卒業後、デザインスタジオへ入所するも6週間で退職。ギズボーンの制作プロダクションへ入所し、テレビコマーシャルの制作に関わったことから、映像制作の世界へ入る。 共同制作者で交際相手のタニア・ロッチャーと自宅アパートらに制作工房を構え、クリエイターとしての活動を開始する。1989年、ミート・ザ・フィーブルズの制作で、ピーター・ジャクソンと知り合い、以後、二人の共同作業が始まる。ジャクソン映画全般に関わり、ブレインデッドで、シッチェス・カタロニア国際映画祭特殊講果賞、ポルト国際映画祭特殊講果賞を受賞。 1993年に終えたデジタルを設立。乙女の祈りでは特撮を担当。さまよう魂たちで、シッチェス・カタロニア国際映画祭特殊講果賞を受賞。2001年に公開されたロード・オブ・ザ・リングでは、特撮、衣装制作、特殊メイク、小道具、ミニチュア制作を担当。テイラーはこの映画で、アカデミーメイクアップ賞、アカデミー資格講果賞。 英国アカデミー賞メイクアップヘア賞を受賞。2003年に公開されたロード・オブ・ザ・リング王の期間ではアカデミーメイクアップ賞、アカデミー賞デザイン賞を受賞。2005年公開キング・コングでアカデミー資格効果賞を受賞。2004年映画界への貢献により、 ビクトリア大学ウェリントンより名誉文学博士号を授与される。2007年、映画界への貢献により、マッセイ大学名誉同窓生に選出される。2010年6月、映画界への貢献により、エリザベス2世より、ニュージーランドメリット勲章を授与され、サーの称号を得る。2015年、サンダーバード・アー・ゴーの制作指揮を務める。テイラーは、 サンダーバードのリメイク実現に14年の歳月をかけていた。ありがとうございます。